検証に関します、全国知事会と国との意見交換会を開催いたします。はじめに申し訳ございません、河野大臣からご発言よろしくお願いいたします。はい、いつもお世話になりましてありがとうございます。おかげさまで、先週1日100万回というゴールは達成できたのではないか、今の VRS の、数字の伸びしろを見るとそんな感じがいたします。総理からは10月から11月にかけて、国民の希望する方にワクチン接種を終えるようにという指示が出ておりますので、それに向けてしっかり頑張ってまいりたいと思っております。高齢者に関して言えば、かなりワクチン接種前向きで、接種率も自治体によって非常に高いところが出ております。ただこれが年齢が下がってくるに従って、無関心といいますか、まあ、特に打たなくてもいいかなと思っている人たちがこう割合的に増えてきている。若い人たちに自分を守るだけでなく集団を守るためにも打っていただく、ための働きかけというのを今後しっかり考えてやっていかなければいけないかなというふうに、思っているところでございます。またワクチンに関するデマのルフというのも広がってきておりますので、我々としてもそれに対してきちんと反論していく必要があるかなというふうに考えております。しっかりと現役が始まりますので、対応ができるようにしてまいりたいというふうに思っております。引き続きご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。河野大臣、藤井、そして山本両副大臣、また小林補佐官、こうした場を設けていただきまして本当にありがとうございます。まあ、今回緊急事態宣言が9都道府県で、まあ、解除となる、これを受けまして19日41名の知事が出席をいたしまして、解除後の状況、今後の対応を占っていく意味での全国知事会緊急対策本部、これを開き、そして緊急提言取りまとめをさせていただきました。まあ、こうした中、実は多くの知事たちから今後のワクチン供給、こうした点についてさまざまな意見、これが出たところでありました。いわゆる大臣もよく言われる市地区、ここのところのワクチン供給、特にファイザーでありますが、これが大幅に減っていくということによって、いわば市区町村、この接種、例えば打ち手のスケジュールであるとか、あるいは会場の状況とか、まあ、こうした現場が混乱をするんだということで、多くの知事からその今後の具体的なファイザー社、このワクチンの供給スケジュールであったり、あるいは配分量、こうしたものについて早期にお示しをいただきたい、そして不足をするワクチンへの対策、こうしたものが必要になる、多くの意見が出されたところであります。その意味では先日ファイザー社とモデル社、そのワクチンの併用を認める方針、こちらが示されたところであり、大いに評価をさせていただくとともに、本日は特に職域接種、こちらにおける併用ルールも示されたところでありました。そうした意味では、今後この市区町村が行う一般接種における併用につきましても、ぜひ早急にご検討いただき、実現ができるようにお願いができればと考えております。また今大臣お話がありましたように、総理が言われた全国民希望する皆様方、10月から11月には全て打ち終える、我々大変心強く思っているところであるわけでありまして、その意味ではさらなるこのスムーズな職域接種などにつきましても、地域の実情に合わせた柔軟かつ戦略的なワクチン接種、これまでも河野大臣にはさまざまな弾力的な対応といったもの、これをお認めをいただき、これも職域接種がスムーズに全国で行っているその表ではないかと考えておりますので、ぜひご協力をいただければと思います。そしてもう一つ、経済界からの強い希望と言われているワクチンパスポートについてでありますが、11月末までのワクチン接種完了に向け、今市区町村必死になって取り組んでいただいているところでありますので、
よく大臣からも VRS その入力についてのお話が出されるところでありますが、これ以上市区町村の方に負担をかけるといった点ではあまり上策ではないのではないかということで、早期にアウトソーシングをはじめその仕組みあるいは財政措置明らかにしていただきまして、現場の不安解消とワクチンパスポートのスムーズな発給、こうしたができるようにぜひお願いを申し上げたいと思います。そして先般骨太の方針2021、こちらが発表されたところであり、国産治療薬その研究開発あるいは実用化の支援及び国産ワクチンの研究開発体制あるいは生産体制の強化明記をされたところでありました。我々としても高く評価をするとともに、その具現化実装を一日も早く望むところであります。ぜひ大臣、感染防止対策とそしてこのワクチン接種2つの2正面作戦、我々も全力で国とともに協力をしてまいりたい考えておりますので、これからもぜひ柔軟にまた地域の実用に応じた対応といったもの、大臣よろしくお願いを申し上げます。